早川です。超寒いですね。今日はですね、1月5日ですね。息が真っ白ですが、これ1月だもんですから、剪定したいんですけれども、ブドウの剪定、普通のようにちょっとできませんね。で、説明したいと思います。まあ、こんなに晴れてますけれども、こっちのブドウ園もこんなに晴れてますけれども、はい、マイナス1度です。簡単な剪定で、1月の剪定ですので、染みないような剪定をしたいと思います。基本単焦剪定なので2画剪定ですから、1画目2画目で切るんですけれども、今日はですね5ができます。 1,2,3,4,5 ここら辺で切るんですね。ですからこの線に沿って全部切ってきた。なぜかというとですね、1月ここ極寒の地ですから、今日今2度なんですね。で、夜になるとマイナス7度とかなっちゃいますので、この2画剪定するとね、心切ったとこから染みてしまって芽が出ないこともあるんですね。ですから1月の剪定の時には粗剪定で、ここら辺で剪定をします。こんな風に仕上げていきますよ。ま、極寒1月でですね、今マイナス1度、昼までこのマイナス1度で、夜はマイナス7度とかなりますので、ですね、単焦剪定ですから、この線に沿って、ずっと、この線に沿ってずっと剪定してきました。なので、この続きということで、この線に沿ってずっと向こうへやっていくと。そうするとですね、なぜこういう剪定の仕方をするかというとですね、ここに1画目、2画目がある。はい、なぜこんな剪定をするかというとですね、ここに1画、2画があるんですけれども、単焦剪定っていうのは、1画、2画で、ここら辺で切るんですね。1画、2画ですから、ここら辺で切るのが単焦剪定です。でもですね、今日は1月で非常に寒いので、ここで切ってしまうと、ここ染みて凍ってしまって芽が出ないことがありますので、1,2,3,4,5,6,7,6芽か7芽、このラインに沿って、だいたい50センチから60センチですね、このラインに沿ってずっと向こうにやっていく。こんな簡単でいいんですね、単焦剪定ってのはね。単焦剪定はまず1回目に、5、6芽残して全部、きれいに、ブドウ園の中の枝を落とすという作業になります。